ヨジー・フパン・ジック。ヨシ・フパン・チッチは、セルビアの植物学者、医師である。セルビア科学芸術アカデミーの初代会長を務めた。ノビ・ビノドルスキのブリビアのブニエ・バツ人の家に生まれた。ザグレブの大学で哲学を学んだ後、ペシトで医学を学び、ペシトで医師として働いた。1840年代の半ば、ウィーンに住み植物学を熱心に学んだ。セルビアに戻り、 政府のために医師として働き、1853年から、ベオグラードの学校で医学を教えた。セルビア政教に改修し、名前をヨシップからヨジーフに改めた。近代的な植物学の研究をした、最初のバルカン半島出身者の一人である。ベオグラード大学の教授を務め、ベオグラード植物園の園長となった。1887年に、 セルビア科学芸術アカデミーの初代会長となった。新葉樹のオモリカ頭皮を発見したことで知られる。主にセビリアの植物を研究したが、ヘルツェゴビナやブルガリア、モンテネグロへも調査のために赴いた。モンテネグロの山バイジェラゴラの頂上、ベリーカ・ジャビカに入った植物学者でもある。ヨモギ族の種、アーテミシア・パンジシア、ハマウツボカの種、 大番地パンジッキーに懸命されている。パンジックは植物の学名で命名者を示す場合に、ヨシフパンチッチを示すのに使われる。ありがとうございます。